この宮古公園の公園ですね。めちゃめちゃ広いですね。はい。そのちょうど真ん中ぐらいに。ああ、そうですか。うん、真ん中ぐらいにあの。はい、というわけで今日はね、玉野市の宮間公園に来ました。前からね、最近行くこと全くないですね。もうなんかセミみたいなのが鳴いてますね。キャンプ的な、ちょっと案内看板が向こうにあるんで、ちょっと行ってみようかなと思います。この宮間公園の公園ですね。めちゃめちゃ広いですね。まあお散歩コースですね。まあいろんなエリアがあるんですけども、このまま見てくれればいい。はいはいはい。今4番だろう。はい。これを中行くかな。これをずーっと上がっていくんだ。はい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 。ね、もう一個の池があるから。はい。バイエンクーテ。はい、わかります。はい。さっきに児童広場言うて、はい、アレチックみたいなのがあるわ。はいはいはい。で、向こうにトイレが見えるから。はい。そのちょうど真ん中ぐらいに。ああ、そうですか。うん。真ん中ぐらいにあのこの辺からトーテンポールが立っとるからな。はい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 。で行けると思う。はい、わかりました。ありがとうございます。あ、はい、わかりました。行ってみます。ありがとうございます。はい。いうわけで、あの宮間公園、ちょっとね気になるエリアがあるんで紹介しようかなと思います。じゃあ、じゃあ、はいはいはい、ちょっとね、ウォーキングコース的にはすごいいいかなって思いますね。こうやって歩くの久々ですね、宮間公園。多分小学校の時に歩いたのが最後かな。おお、よいしょ。
よし。このトーテムポール、この池を通り越した先に広場があるということで、その広場のところに像があると。またその像のこと気になるんですよね。まあね、結構歩いてきてますけどね、まあ、そんなに苦じゃない勾配というかね、歩くスペースかな、ウォーキングエリアかなと思いますね。めちゃめちゃ急なんかなと思ったら、結構道もね、綺麗になってて、ね、もう鳩も逃げないしっていう。はい。ちょうどいい感じですね。これ自転車とかでも全然行ける感じらしいですね。どこだ、現在地が書いてないですけどね。あ、まだまだまだ、あ、まだまだね、これずっと行ってっていう、まだまだ。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。すごいね、心地よい風がね、流れてますね。今日の気温も20度以上なんですけども、なんかね、スーッとね、心地のいい風と程よいね、冷気というか、そんな、そういう感じですね。まあ、これからのシーズンすっごいいいかもしれないですね。このゴールデンウィークというか、この5月過ぎてから特にね、日中は暑いと思うんですけど、こういうね、森林浴すごいいいかなと思いますね。ちょっとなんか広場に出ました。遊具が見えますね。なんかすごい年季の入ったトイレ。おお、ちょっとここは面白いですね。彫刻広場ということです。これがすごい効いてるエリアですけどもね、こんなんがあるんですね。これ彫刻ライオンと。怖いですね。ちょっと怖いです。で、女の人がね、横たわってるのと、まあなんか合唱をね、してる感じなんですけども。女の人が、この合唱してると。祈り。ちょっと気になるね、場所でもあるんですけど、珍百景というか謎珍百景ですね。
あんなとこにもね、なんかありますね。どことなくね、懐かしいかなっていう、懐かしい公園かなっていう感じがしますね。なんか酒の樽ですかね。まあ、このね、この先行ったら、タイヤが、ものすごい数のタイヤがね、並んでますけども。もうこれ十分ね、楽しめますね。なんかもういろんなね、突っ込みどころというか。はい。ね、この滑り台、ローラー滑り台ね。あったりしますけども。いろんな遊び方ができるかなと思います。で、まあね、僕が今回、皆さんに、見せたかったのは、この埴輪広場。彫刻広場ですね。もうね、すごいなと。公園にね、宮山公園にこういう埴輪広場、彫刻広場がね、あるっていうか、ね、なんかまた変わった感じですよね。はい。ぜひなんか皆さん、興味あったら行ってみてください。ね、まあ焚き火とかタバコ吸っちゃいけないんで、ここはね。まあキャンプって言っても、まあ、ピクニックみたいなね、お弁当持って、ちょっとご飯食べるみたいなね感じでなんか感じかなと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。結構広いので紹介しきれなかった部分ありますけど、皆さん歩いてぜひ行ってみてください。今日はこんな感じでございました。ありがとうございました。キャバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。